広島カープ塾始めます。今日はですね、7日に新庄選手トライアウトを受けましたので、トライアウト受けた新庄選手について話をしてみようかなと思います。で、新庄選手なんですけれども、やはりそうですね、身体能力が高くて、阪神時代打撃よりも特に守備、肩の強さがすごかった選手になるんですけれども、はい、で一番は実は、あれだけ肩が強い選手っていうのは過去にもいないわけではなかったんですけれども、あれだけコントロールがいい人がいなかったんですね。しかも野手で、ピッチャーのコンバートでコントロールいい人はいるんですが、野手で外野コンバートでコントロールがいいっていうのは新庄選手ぐらいなんですね。そうですよね、なかなかいないですよね。なかなかいないんですね、そうですね。それとあと打球の勘といいますか、センターやってる割に目測を誤ることがないんですね。なるほどなるほど、そうですね。それはやっぱ どこがすごいんですかね。そこは多分やっぱり動体視力、視力の面はあるんだろうなと。その守ってる時も結局バットのスイングの角度は見ないといけないですから、そうですね。なるほどね。勘だけではないと思うんですよね。人よりも早く判断できるということになりますよね。そうですね、はい、当然この身体能力が高いので、メジャーにも行ける身体能力がありますから、新庄選手もメジャー、メッツに、特にね、日本人ので監督やられたバレンタイン監督でしたから、よりこう活躍しやすい土壌はあったんですけれども、なるほどなるほど、あと塾長の方から見て、新庄選手、肩、守備から入りましたけど、守備範囲ですね、守備範囲はどうですか、やっぱり広い、範囲は広いですね、やっぱり一歩目が早いというよりかは、もう本当に早いですから、ちょっと追いつかないなっていう打球もほとんど追いつきますので、そこまでやっぱセンター、新庄っていうのはもうかなりそのレベルと。そうですね。もう少し、ね、打撃がいいともっとすごかったんでしょうけれども、打撃の方が、かなり荒かったですから、塾長から見て、歴代のカープの選手でもいいですし、他の球団でもいいんですけども、新庄選手のセンターと同じか同じレベルぐらいまでいく選手ってのはいないっていうことですか。多分初優勝した頃の山本浩二選手が近くなるのかなと。若い頃であれば、そうですね。ただピッチャーではあったんですけどね、山本浩二選手も、高校時代は、そうですね。ただ球場の広さがちょっと新庄選手がやった時と、カープの、広島市民球場後楽園と比べると、ちょっと球場の広さがどうしてももともとが狭いものですから、トップクラスというか、トップクラスの中のトップに近いところにいる新庄選手をセンターの守備ということですね。そうですね、はい。なのでメジャーでもやっぱり守りで外されることはなかったですから。そうですね。あとどうですか、新庄選手、阪神時代途中から野村監督からピッチャー試しされたりですね、サードとかも守ったことあるんでしょうか。守ったことありますね。もともとはショートで、入団してますので、守ってますので、一軍デビューショートだと思いますので、ここまでの、選手になるっていう予想した方は少なかったのかもしれませんけどね。そうですね、少なかったとは思うんですけれども、それとやっぱり新庄選手、野村、勝也さんに会って、本人も変わったと思うんですよね、野球の考え方とか。野球の取り組み方とか、本人も、話してる時がありますので、そうですね、変わったとは思うんです、その上でもメジャーに行って、またメジャーでもまた違うものを吸収、新庄選手行く場所でいろんなものを吸収して帰ってくる、ものすごい勉強熱心な選手なのかなっていうのもあるんですね。吸収力があると、吸収力があるってことですね。そうですね。こう今ね、ちょっと守備の話から最初始まりましたけど、パッティングがじゃそんなに悪いか、もちろんね、2000万とかじゃないんですけども、なんかいいところで打つっていうイメージがありますよね、そうですね、集中力が出ると、やはりバットに当てる力はあるんだと思うんですよね。
そうですね、これ野村克也さんもどこの打順ならと聞いたぐらいですから、その集中力があるなしの差が大きい選手、うん、いやあれですね、その1試合に使うべき集中力がの多くが守備の方にだいぶ割いてしまってるっていうことですね。というよりかは多分今日は体の奥底から集中する場面じゃないと集中力って言わないんだろうなと。なるほど。集中しようと思って集中するもんでは集中って言わないんだろうなと。それ雑念があるってことなので、うん、そう考えると新庄選手の、うん、なんていうんですかね、言いつけ方って、ね、確かに守備とか守備固めとかね、いろいろありますけども、一方で代打っていうのは向いてるってことですね。そうですね、代打では向いてると思います。ですよね、はい。あとなんか敬遠のフォアボールを足踏み出して打ってサヨナラヒットとかありましたよね。そうですね、ありますね、はい。そうね、まあその時のね、打撃コーチが敬遠のボールをねホームランした柏原選手ね、コーチですから。はいはい、あはは、ありましたね、そういうことね。あ、なるほど。そういう面では日本ハムにはちょっと縁がある選手ではあるんですね。そうですね、うん、そうですね。でその後大リーグでメッツに行くということですね。そうですね、はい。メッツ行く前少しでも阪神で打率はまあ3割といったりからってすることもありましたけど、ホームランはそこそこ出てたんですよね。そこそこ行って、阪神タイムは2割8分ぐらいも打ったことがありますので、それからメジャーですので。そうですよね、やっぱり確率上がってからメジャーには行けてますので。うん、そうですよね。そして、何ですかね、メッツの方で頑張ってということですね。そうですね、それでまあね、自由契約になりましたので、当然日本も視野にということで戻りますということ。行きたいですよね。新庄選手って、日本人初の4番バッターじゃなかったでしたっけ？違いましたっけ？確か日本人初だと思います。ですよね。そこもそういうところですよね。はい、そうですね、うん。VTR 撮っといてって自分で言ってましたから。そうですよね。でそして、まあ、日本人初の4番バッターを打った後に、まあ、メッツ、まあ、買い物って日本にも戻ってきた先が日本ハムということですね。そうですね、はい。この後のパリーグに入ってからの、まあ、新庄選手について、まあ、入る前でもいいんですけど、その前にも何かありますか？ここで私が研究熱心というか勉強熱心といったのは、まあ、ここはパリーグ、特にこの時代を知ってる方であればストライキとか、やっぱりパリーグが観客動員というか経営上、まあ、観客動員の問題があるから経営上の問題があるんですが、やはりストライキという問題が関わってくるんですね。ああそうでしたね、ありましたね、はいはい。ところが新庄選手入る前にとにかく日本ハムの札幌ドームを満員、はい、貴重じゃ日本ハムから入って、まあ、ストライキがねいろいろありますけども、はい、観客動員の面でかなり新庄選手が頑張ったというか活躍したというイメージなんですけど、これ話そうですね、こちらはですね、やっぱり日本は観客動員というのは勝敗に関わっていたんですね、うん、考え方が、はい。で新庄選手は要は、まあ、勝つこともそうなんですが、ファンを楽しませないと客は永続的に入らないってことをメジャーで学んできてるんですね。ああなるほどね。要するに V9 とか、まあ、今回のソフトバンクみたいな形でない限りは他の球団お客が入らないってことを意味しちゃうんですね。勝たないと入らないという。なので新庄選手は阪神にいて別に負けても客が入ることは知ってるわけですね、うんうん、ある意味はそれは阪神にいたから知ってたことだとは思うんですけれども、逆に言うとメジャーの方に行ったことによって、いやそうじゃない球団でも客が入ってることを知ったわけですね、うん、まあ、球団経営に影響を及ばさない程度の客は必ずメジャーは入れるための努力をしてることは見たと思うんですね、うん、バレンティン監督の下で、うん、なるほど。でここでちょうど良かったのは日本ハムも監督ヒルマン監督でしたから、ああ、まあ大流系のね監督。そうですね、そういうことも理解する、特に 3A の監督で下積みから上がってきてる監督になりますので、その意味で言うと当時の日本ハムっていうのは待ったなしの改革を迫られてたわけですよね、カパリーの監督 で、ね、はい。でそもそもこうもともとソフトバンクというのは、あ、ごめんなさい、日本ハムというのは、東京にあった球団ですから、それが北海道に移転したわけですもんね。そうですね、悲しいですよね、うん、はい。だからもう
前の日か何かに準備していないとああいうことできないの で、 そうです、もしくはもっとどっかのタイミングでやってやろうっていう、もう入団したあの会見の時から考えてたぐらいなスケールなんですね。あのたまたまストライキはありましたけれども、なかったにしても、うん、どっかでやる、そうじゃないと衣装もないですからあとまあハーレーでね、そうですね、出てくるとか、そうですね、このあとそうです、まず自分の方に、はい、まだまだ他の選手は早かったし巻き込んじゃったなっていうのがあるんで、今度は自分の、まあ、マスクをつけたり、うん、天井から降りてきたり、うん、まだ自分中心に、うん、そうですね。例えば鈴木誠也選手がやるわけではないですよね、カープ。ないです、ないです。そうは言ってもカープも強いから客が入ってきてますけど、実際問題このまま強くなくなってきて客が落ちてきたときに本当にああいう形、特に今の日本ハムっていうのは当然選手が、まあ、ファンサービスということでいろんな形を提供するようになったわけですね。選手が、うん、まあ、もっと言ったらコーチもフロントも一体になってどうファンに提供するか、要はタレントではないですけれども、プレーだけが、球場の中のプレーを見せるだけが、まあ、プレゼンテーションじゃないんですよと、野球選手はと、サインを書くだけとかではないんですよと、ある程度エンターテインメントを見せないと、なるほどね、一部はなんつかな、ある程度のアイドルのコンサート会場ですよと、人を知ってるから客は来る面もあるわけですよね、球場って、うん、まあ、プロ野球ね、その野球の素晴らしいプレーを見せるのは当然なんですけど、まあ、どこまで行っても興行プロですから、興行の面はあります、あります、ね、特に負ければ負けるほど興行の面は入れざるを得ないんですね。そうですよね、負ければつまらないので、うん、まあ、毎年優勝を、ね、確認するっていうことも本当に確実性はないわけで、そうすると仕方がないですよ ね、 やっぱりね、仕方がないんですね、うん、でそこまで球団の経営上戦力補強にお金がどこまでかけられるかって問題はありますので、うん、やっぱり球場はボールパークってメジャーはよく言われるように、うん、新庄選手がまずパリーグに入れたというか日本ハムに入れたんです、ね、そう考えたのこのソフトバンクがね強くて、まあ、パリーグのことを、まあソフトバンクを中心にパリーグのと主張かな話を伺ってますけど、はい、そのパリーグが変わった発端は実はそのストライキであり、その後のその新庄選手が日本ハムファイターズに入ったと、北海道日本ハムファイターズに入ったっていう、はい、この一連の流れがこの全ての変化の起点なんですかね。これが起点だと思います。これが起点で、もともと熱狂的な阪神ファンに近いロッテのファンっていうのはすごいファンだよねっていうのが広まるわけです、ね、そうですね、うんうん、要はパリーグが注目されていくわけですよ、どんどん、うん、で交流戦も始まってパリーグが強いわけですよね、はい、でいろんなキャラクター、まあ、当然おかわり君の今のね中村武宏 選手とか、パリーグって個性的なすごい選手がいるじゃんっていうことになってったのはそこからなので、うん、でそれをパリーグは日本ハムを中心に、特 に、まあ、あのパリーグはね経営危機で当然一リーグ制の問題とか球団を減らすって話はパリーグの方だけでしたの で、 で、ね、球団数を減らす話は、ね、ここでパリーグが一致団結として日本ハムみたいに、じゃあどうやったらお客を集められる、しかも基本の第一は選手のプレーを邪魔させないで、練習時間も邪魔させないで、どうアピールするかってことを考えてったと思うんですね。うん、15年ぐらいかけて、なるほどなるほど、うん、この努力はセリーグはしてないんですね。なるほど。結局カープが、じゃあカープ女子、カープに人気が出たどっからですかって言ったら、野村監督から尾形監督になって強くなってきてからなんです。そうですね。結局成績依存っていう形、成績ですよね。でじゃあ去年今年成績悪い観客動員前になりませんね。うん、うん、そうですね、一定ではないわけですよね。要は入りきらないから見たいファンが見れない状態を作ってしまったわけですね、カープは一時は。確かに。で今度は 見れないファンが出てきて、今度はあまり観客が入らないから、まあ、当然今年はね
この社会情勢のことがあるので、なかなか言えませんけれども、去年になってくると、だん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 後半になったら、やっぱりマツダスタジアム、空席はありましたからね、チケットは売れてたとは思いますけれども。まあ、塾長、このあれですね、この辺の話はまた別のね、時に話していただければいいかなと思ってるんですけど、そうですね。戻って新庄選手のトライアウト。トライアウト。トライアウトの試合というか、打席とか。はい、全体見て何か。そうですね。まずはやっぱり勝負強いな、やっぱりヒット打ちますからね、しかもやっぱりチャンスでっていう、この集中力っていうのは、すごいですね。やっぱり根っからのものなのかなと、それはこれ、お笑いとかね、テレビ番組じゃなくて、みんなプロの自由契約になって、プロ契約を取ろうっていう、本物の真剣勝負のボールで、しかも元、本当の現役プロ野球選手ですから、そうです、自由契約になったとはいえ。はい、そうなんですよね。そのボールを4打席で48にもなって、10年ブランクあったような人が、うん、芯に当てるだけでもすごいのに、結果上のヒットも出すっていう、この、うん、そうですよね、身体能力のすごさですよね。だって結局4打席だって1つフォアボールで、最後はね、4打席目はタイムリストですから、タイムですから、しかも後半で、そうですね、すごい、セカンドゴールもいい当たりでしたから、いい当たり、セルシーに当たってましたもんね、はい、そうですよね、そこがすごい、そこがすごいなっていう、見せ場を作ってトライアウトという場面でも、要は結果を出すっていうすごさがあるんですよね。それはなかなかね、やっぱすごい、なかなかその舞台でなかなかみんな結果出ないですから、まあ、なんかあやかりたいですね、ああいうところはね、すごい、ああいうところはすごいなと。ただ私はちょっとこのトライアウト一個、実践形式だからこそ問題があるなっていうのが一個あるんですね。一個だけあるんです。それは新庄選手に守備機会がないんだったら、あれだけの守備見せる機会がなければ、それってどうなの？そうです、っていう、守備機会ですよね、正直言うとね。そうですね、それは守備機会の、守備のいい選手の場合はちょっと不利な、かなり不利なルールなんだなと。ボール飛んでこなくてね、例えばね、強肩でセカンドランナー刺すような肩の強い選手がアピールしたくても、ボールが飛んでこなかったりヒットにならなかったりすればアピールはないってことなので、まあ今のところマスコミ向けのコメントでは、まあどうなるかまだ分かりませんし、時間もあるんでしょうけど、まあまずは日本ハムとか阪神っていうのはまずね、考えて、そうですね、考えてくる。あと急にね、大リーグから戻ってきたベテラン選手とか故障がちの選手という声はジャイアンツが時々しますよね、岩隈と、はい、します、はい。まああとどこでしょうかね、どっちかというと今人気がこう下向きになってる、例えばオリックスとかですね。そうですね、まあ、なんですけども、もともと大阪でね、阪神ですから、ね、あるのかなという、まあ、なんとなく考えると、この辺の4球団が上がってくるのかなと思うんですけども、あ、それじゃあ、塾長、私の方からね、4球団、ジャイアンツ、日本ハム、それからまあ阪神と、これどこ今、あ、オリックスですね、はい、この4球団以外に、まあ、新庄選手がですね、まあ、トライアウトの結果、入りそうな球団ってありますか？どうありますね、DeNA があるかなと。あ、DeNA、お監督変わってあれですけど、あ、そうですね、梶谷選手はそこら辺絡みですか？そうですね、梶谷選手と観客動員かなり伸び悩んでますので、あ、はあ、はあ、本業も厳しそうですね。そうですね、現実的にはあり得るのかなと、横浜って街ですね、DeNA と新庄選手、ね、まあ、それと、そうです、で新庄選手、日本ハムに、まあ、メッツから帰ってくるときに、あの当時の横浜ベイスターズも手を挙げてますので、あ、そうでしたっけ、あ、はい、あ、そうですか、で日本ハムに なりましたけど、実は横浜の可能性もあったということですか。ということでですね、はい、あの時一番最初に手を挙げたのは日本ハムだったので、一番最初にっていうことで決めたので、はははは、うん、じゃあ塾長の意見としては、あ、
まあ、DeNA があるかもしれない。そうですね、梶谷選手が抜けてしまうと DeNA も外野手いませんので、少なくとも守れる外野手はいませんので、うんうん、そうですね、新庄選手がどこまで守れるかというこの適正判断は必要なので、テスト生か何かで守備力は確認しないとはいけないとは思いますが、梶谷選手が今、まあ、いろんなニュースになってるジャイアンツということで、うん、DeNA から抜けるっていうことになると、そう考えるとこう6日間ってね、新庄選手切りましたけども、まあ、それ以上に重要なのは、もし DeNA であれば梶谷選手 その方向というかね、結果がどうなるかと、もうこれ答え そこだけになってきますね。そうですね、でこれも早めに出そうなので、長い期間を、ね、うん、考えないで結論が出そうな記事なので、ああ、そうですね、おそらく1週間という期間であれば、うん、そこまで待たされることはないのかな、うん、まあ、おそらくジャイアンツ取りそうな気はしますよね、梶谷選手。そうですね、ジャイアンツも実はダイヤモンドいないんですよね。いないんですね、まあ、あの亀井選手の年齢を考えるといないので、うん、そうですよね、亀井選手もファーストやねサードで使うことも今後増えるかもしれない。ありますし、まあ、新外国人選手も、自由契約にしてしまってますので、そうですね、外野の2枠が実は丸選手以外の外野手いないって言えばいない状態になりますので、はい、うん、そうですね、現実的、私はちょっとこの契約ということで見れば現実的ではないかなと。そうは言ってもやはりうん、48ですから、結果が出たと言ってもやっぱりプロから見ればバットスイングの問題はあるんだろうなと、はい、要は守備機会で守備を見せてもらってればありかなと思って見てたんですけど、どうもその強肩を見せたとかその守備を見せたっていうのはちょっと記事にないものですから。そうですね、あの例えば練習生として入るっていう手もありますし、まあ、枠を使ってしまうんで難しいところありますけども、例えば年俸を1500万しますと、経費とかいろんな球団側の関して支出が3000万だとしますと、はい、3000万以上の売り上げが上がればいいんじゃないかっていう見方もあるじゃないですか。ありますね、しないとグッズとかですね、そうですね、観客なんで、はい、そこまで、まあ、腹をくくって新庄選手を雇えるというか、そこまで考えられる結果があるかどうかですね。私はないと思います、日本球団には。そこがメジャーとは違うかなと、わかりました、塾長ありがとうございます。ありがとうございます。します、はい、失礼いたします。塾長です、登録お願いいたします。